ココのムービーセレクション。こんにちは、ビデックスのモコです。今回は、私のすごく好きなデビッド・リンチ監督のイレーザーヘッドという映画をご紹介します。調べていただきましたか？ザーヘッドこそ変な映画ですよ。はい、いや一見変な映画ですけど、なんか、はい、体はすごいな。確かにそうですね。なんかそのイレーザーヘッドはただただその髪型のせいでそういうあだ名になってるだけで、なんか意図してるとこはそこじゃではないんですけど、まず皆さんに、できればこれ私がこの作品についていろいろ喋る前に見てほしいです。できれば多分最初見てなんだこれは気持ち悪って思うと思うんですけど、なんか私もこれ初めて見た時はそのこの監督がどういう意図で作品作りしてるかってことは知ってたんですけど、なんか全然前知識なく見て、多分気持ち悪いだけで終わる方もいれば、なんか言ってることわからんでもないなって方もいれば、もうなんかそもそも受け付けないっていう人もいるかなって感じですね。これは、私大学生の頃、結構そうですね、特に2回3回の時、かなりなんか暗い話になりますが憂鬱な感じで過ごしてたんで、なんか学校に行ったり行かなかったりで、なんか好きなことはやるけど興味ないことは何もしないみたいな感じで、なんでなんかアルバイトしててバイト先には行ったりとか、学校に行っても図書館に寄って授業出ずに帰るとか、そんな感じで過ごしてたんですよ。制作が主だったんで制作だけしたら授業せずに出ずに帰るとかしてて、でそもそもにもなんか家の中で映画を見る時間がすごい長かったし、なんか長いこと寝込んでる時間も長かったんで、そういう時期にこの映画に出会いまして、でなんかそうやって不摂生をしてずっとなんか休みの日寝込んでる映画を見て音楽聴いてまた寝て食べて寝てみたいな生活をしてると、だんだんなんか奇妙な体験というかするようになっていってしまって、それはなんか幽霊的な意味ではなくて、なんか寝すぎると夢を本当に鮮明に見始めるんですよ。でなんか起き上がれないからまた寝ちゃうみたいな、でそうやって一日が終わってくんですけど、なんかそのあまりにも鮮明な夢を見すぎて、なんか冗談抜きで夢と現実のなんか境が分かんなくなってしまった時期があって、本当に精神的によろしくない。多分コロナ禍でそうなっちゃった人って何人かいるんじゃないかなと思ってて、友達も言ってました。なんかあの頃もこちゃんが言ってた話意味わかんなかったけど、コロナでずっと家にいたらようやくわかるようになった。とにかくなんかその日一日起きた出来事とか、その日見たものとか、その日会った人とか、なんか例えばテレビで見たものとか含めて、それがなんか夢の中でちょっと形を変えて出てくるんですよ。で起きた時になんかそれの辻褄が合わないけど、なんかその夢が続いてるような気持ちになってくる。例えばその全然やり取りをしてない人と例えば LINE をしている夢を見たら、起きた時にうわ返信しなきゃって起きて、そもそもその人の LINE 自体っていうことが本当に冗談抜きで結構深刻に起きてしまった数ヶ月があって、であとはその夢の中でやっぱり理想としてるもの、自分がこうであったらいいなって思うものとかがなんか潜在的に多分頭の中にあって自然と出てきちゃうんですけど、なんか例えば幼少期に連れて行かれた、なんか安藤忠雄の建築物とか親が好きだったんで見てたんですけど、そういうのがドドンってそびえ立ってて、そこに
自分たちの家のこたつがあって、なんかみんなで、なんか家族みんなで食卓囲んでご飯食べてて、パッて目覚めたら家に一人ぼっちみたいなとか、結構見ててそういうのとか、あとは愛犬がいて亡くなっちゃったんですけど、大学時代に愛犬の散歩行かなきゃって目覚めるとか、なんかそういう本当にめっちゃ精神的にしんどくなってしまって、自分がその寝すぎることによって、で、うわーなんかどうにかしなきゃって思ってた時に、たまたまこの映画を見たんですけど、そのなんか描き方が多分なんか奇抜で、あの気をてらってて興味をそそられるからこんな風に作ってるんだろうなって思う人が多いと思うんですけど、多分そうじゃなくて、デビッド・リンチもすごい繊細で、なんかそうやって精神的に目いった時期が絶対あったと思うんですよね。で、なんかそのイレーザーヘッドで出てくるそのデビッド・リンチの思う不安っていうのは、その自分が実際に子供を持った時の多分不安っていうのと重なってると思ってて、なんかそのすっごい気持ち悪い赤ちゃんが出てくるんですよ。人間の赤ちゃんじゃないんですけど、なんかそれがずっとこうあやしてもえーって泣いてるし、気持ち悪かったら見なくていいですよ泣いてるし、なんかその女性と関わってて、女性っていうものに対する恐怖心とか、あとはそのそれ以降のこのイレーザーヘッド以降でも描かれてるものとして、やっぱりなんかこうみんな平常心で明るく振る舞ってる、その明るさに対する恐怖みたいなのが多分あって、なんか私はめっちゃわかるって思ったんですよね。なんかニコニコしてみんなと接しているのは、この目の前での人との関係を良くするためには頑張ってるけど、冷静になった時になんかずっとニコニコしてる、例えばコマーシャルとか見た時にえって思っちゃうタイプで、なんか分かります、その例えば家族が食卓を囲んでなんか美味しそうにカレーとか食べてる CM 見ると、うわなんかやってんなみたいな気持ちになっちゃうっていうかなんかそういうなんか疑問をきっとなんかデビッド・リンチは持ってたんじゃないかなって。ちょっとあのカレーの例えは よくなかったと思うんですけど、すみません。まあまあなんかやってんなっていうか、なんか何ですかね、なんか違和感を感じる。そうですそうです、違和感、なんかみんなが当たり前って思ってる世界に対する違和感みたいなのが、なんか本当にしんどかった時期があったんですよね、人と関わってて。なんか一生懸命やらないと罪だし、なんか人とうまく接することができる人が最高みたいな、なんか大学ってやっぱそういうのでこう何ですかね、人との関わりの中でしんどい思いをする時期だったなって感じですね、っていう、はい、そうなんですよ、ね、なんか特にいじめを受けたとか全くそうじゃなくて、なんかただただ私の気質だっただけ、今は全然平気なんですけど、小林だったのよ、まあ、その仲良くさせていただいてどう映るんですかね、なんかここなんか暗かったらあの省いてください、この辺の話も。でも多分そういう時にいろいろ自分ってこういう感じなんだなっていうのを学んだ時期みたいな、そうですそうです、落ち込める時期だったんじゃないですか。そうです、周りの、ね、その環境に絶対馴染まなきゃ疲れちゃったっていう時期で、その時に自分と向き合って私ってこういうやつなんじゃねっていうのが分かった時期なんじゃないかな。いや本当にその通りです。なんかだから本当にその映画ってただただ娯楽とは思ってなくて、マジで救ってもらってきたなって感じなんで、うん、なんかだからこそいろんな作品を皆さんに見ていただけたらなって思います、はい、あとは全然話がちょっと飛んじゃうんですけど、このあのイレーザーヘッドの中に出てくるショーってダンスしてる女の子みたいなのがなんか出てくるシーンの音楽が気になりすぎてて、本当に何のジャンルの音楽なのかが未だにわからないんですよ。なのでもし皆さんあのショーのシーンの
音楽聴いてこれは何々ですよってジャンルが分かる方いらっしゃったらぜひ連絡してください。コメントください。コメントください。なんかチープなシンセサイザーみたいなことで、なんかこう、いや確かにあるんですよ、そういうジャンルのなんかパブとかでかかってそうな感じの曲で、ショーの、あ、そういうショーです、はい、で、なんだっけなっていう、結局わからないままこの謎は墓場まで持ってくのかなっていう。私が映画にドハマりする前に母親も結構そういうの好きで見てて、で、なんかあのデビッド・リンチってツインピークスっていうドラマがすごい有名なんですけど、ツインピークス私はすごい苦手でみたいな感じで言ってたのを覚えてて、それを聞いたのって本当小学生の時とかなんですけど、なんかあの時に、あ、この監督があのお母さんが言ってたツインピークス作った人なんだって、なんかすごい受けを狙って変わったことやってるみたいな感じで言ってたから、なんかそういう感じなのかなって思ってみたら、いやいや待てよみたいな、全然そんなことはないぞみたいな、これはなんか分析すればするほどなんか見えてくるものがあるなみたいな感じで、なのでちょっとあの調べていただくと気持ち悪い赤ちゃんが出てきたりとかして、実はこれなんか本当に生き物を使ってるのか、ロボットをあの工作もする人なんで作ってるのか、結局未だにわからないらしいです。なのでその謎もわからないまま、ツイッターの検索結果が出てきたので作ってる人がいるね。あ、本当ですか。多分それ、その作品が好きか何をハマってしまった人で作ってみたみたいなことやってる人がいる。作らなくていいですよ、結構やばいですよ。私も最初見た時は見てられないっていうか、でも、ね、どあの画像検索だけしてその一部始終ジェフ画像みたいなのがあったでしょ、うん、すごいって思ってみちゃった。まあ、なんかそうですね、あのデビッド・リンチの作品はなので夢と現実とその理想と虚構みたいなのが本当にごちゃごちゃになるみたいな作風で、簡単に説明するとなので、そのすごい原点になっている作品だなって思います。以上です。熱くなってきました。私顔赤くないですか？大丈夫ですか？ちょっとしょぼい感じ。